パンダ、ここを通るぞ。行けるか？大丈夫、もう慣れちゃったよ。そうか。ねえ、僕たちもう終わりなんじゃない？抵抗ペンギン。一年に一日だけ法律がなくなるとどうなるのか。本日19時から翌日の19時まで年に一度の法律無効デーを開始します。参加されない方は家で静かにお過ごしください。ついに今年もやってきてしまったな。毎年この日は憂鬱だよ。法律無効デー、それは全ての犯罪行為が何一つ罪に問われなくなる日。法律無効デーは凶悪犯罪の増加や経済的な格差の広がり、それに伴う全国民のストレスを発散させるために数年前に導入されました。無効デーができてから犯罪率低下、平時の治安向上など様々な実績を上げているため、廃止される気配はなく、年に一度の風物詩として国民に受け入れられ始めていた。何の犯罪に巻き込まれるかわからないし、今日は帰るか。去年はうちの寮空き巣に入られたしね。ま、給与明細見て同情した泥棒がお金を置いていったかな。じゃあもう定時過ぎてるし、さっさと。ダメだ、お前らが帰るのは許さん。この仕事とこの仕事とこの仕事をやれ。断る。こんなこともあろうかとお前らの部屋の鍵は盗んでおいた。寮に帰っても部屋には入れないぞ。まだ法律無効で始まってないのに普通に窃盗罪やってるぞこいつ。毎日労働基準法違反してるし、犯罪っていう概念忘れたんだよ上司は。さあお前ら、仕事が終われば鍵を返してやる。仕事をやれ。いいな。あいつ逃げやがったぞ。どうするのペンギン。さすがに法律無効での日に野宿はやばいな。なんとか19時より前に仕事を終わらせて帰るぞ。くそ、上司のやつ次から次へと仕事を積みやがって。急がないとまずいよ。でも分かってる、こうなったら痛い出費だが、タクシーを使うか。ただいまより法律無効デーを開始します。地獄の始まり。うわ、始まっちゃったよ。落ち着け、すぐに家に帰って引きこもれば犯罪には巻き込まれないはず。なにペンギンのおなら。真っ先に出てくる可能性。それ前からお前のこと嫌いだったんだよ。やめてくれ。なんだお前ら。忘れたのか、お前の無茶なメールで体を壊して辞めた社員だよ。ずっとこの日を待っていた。お前にも同じ苦しみを与えてやる。私の息子はあなたのせいで過労死したのよ。息子を返して。法律無効デーが終わるまでの24時間、時間をたっぷりかけてお前に復讐してやる。まずはゆっくり一枚ずつ爪を剥がそう。その後はノコギリで解体して目も潰して。全部爆発させる。建物にいるやつは誰かに構わず爆破してやる。人間はこの地球に必要ない。年々過激化してるな。無差別に人を殺すやつまでいるよ。とりあえず巻き込まれないように隠れながら移動しよう。この地獄の一日を乗り越えるんだ。無法地帯。法律無効デー開始から1時間後。よし、移動だ。静かにな。誰か踏んじゃった、ごめん。パンダ。何その人は。もう行こう。そんな、だってつい1時間前までは普通の世界だったじゃないか。この人だって1時間前普通に息してたんでしょ。それなのになんで今日この日だけは。日本が地獄に変わる日なんだ。法律無効デー開始から2時間後。くそ、隠れながらだとこんなに時間がかかるのか。パンダ、ここを通るぞ。行けるか？大丈夫、もう慣れちゃったよ。そうか。ねえ、僕たちもう終わりなんじゃない？だってこの人たちってみんな普通の市民でしょ。その人たちが殺されてるってことは。諦めてはダメ。パンダ大丈夫か？パンダ、ペンギン、そんなに大声出したら狙われちゃうでしょ。お前、腕が。これくらい平気だよ。早く家に帰ろう。しかし、どうする。きっと病院は受け入れてくれない。しかし、この怪我は。あなたたち、こっちに来て。誰だ。いいから、ここは危険だ。これで大丈夫よ。ありがとう。いいのよこれくらい、私看護師だから。なぜあんなところにいたんだ。彼女とイチャラブデートしていたら逃げ遅れてしまったんだ。どうしよう、
ありがとうっていう気持ちが吹き飛んだよ。リア充に厳しいな、お前。それで隠れながら家に帰ろうとしていたら、偶然爆発に巻き込まれたパンダさんを見つけてね、いても立ってもいられなくなっちゃったの。本当に助かった、ありがとう。いえいえ、明日になったらちゃんと病院に行ってね。ってことは会社サボれるじゃん、ラッキー。ラッキーなお前にアンラッキーな知らせだ。法律無効での最中の怪我は全ての保険が効かないぞ。つまりどういうこと？全額自己負担、多分何十万とかかるぞ。ああ、ペンギン代わりに払いたそうな顔してるね。お前幻覚見えてるぞ漫才みたい君たち面白いな。本当？じゃあ見物料ちょうだい。お前は恥を知らないのか。そうだ、自己紹介をしていなかった。俺はケン。私はユミよ。ちなみに恋人同士だ。知ってる。ちなみに今度結婚するんだ。子供は2人作る予定だぞ。聞いてないのにすごい教えてくるな。今度結婚するって、それ完全に死亡フラグ。やめなさい。襲撃。さて、いつまでもここにいるわけにはいかないし、そろそろ逃げよう。こっちの道の方が安全してやる。危ない。大丈夫か。俺のことはいい、弓を連れて逃げてくれ。わかった。ケンさん、あの人大丈夫かな。わからない。だが二人とも俺たちの恩人だ。弓さんをちゃんと家まで送り届けよう。そうだねやっと追いついた。ケンさん、よかった、無事だったのね。あいつに襲われた後、運よく爆発が起きてね、煙に紛れて逃げられたんだ。無事でよかったよ。運がよかったよ。さあ、一緒に帰ろう。待って、誰だよお前。パンダは？俺はケンだけど。違う、お前はケンさんじゃない。何言ってるんだ、俺に決まってるだろ。なあユミ、目の下のほくろどこに行ったのそういえば、くそ、なぜケンさんのふりをした。お前は誰だ。俺はケンの双子の弟だよ。双子で何もかも一緒なのに、ユミさんが俺じゃなくて兄貴を選ぶから。だから俺が兄貴を殺して成り代わろうと思ったんだ。嘘、ケンを来たの。そうだ、あんたが愛した男はもういない。一緒に行こうユミさん、今なら同じ顔の俺が代わりになれる。それ以上近づくな。邪魔をするなら刺すぞ。クソが、このクソ野郎が、剣をしやがって。落ち着くんだ。やめ、今あいつが死んだら生命保険が降りねえだろうが。の生命保険。法律無効での最初の怪我は全ての保険が効かないぞ。嘘でしょ。あの浮気野郎は私が向こうで明けに殺すつもりだったのに。くそ、死ね。やめてよ。何これ。法律無効で終了の音だ。でもまだ数時間しか経ってないよ。武装組織が首相を脅し、法律無効で廃止を要求したため、法律無効でを緊急終了いたします。なお、サイレン終了後になされた犯罪には法律が適用されるため、速やかに犯罪行為を中止してください。終わったのか。ユミさん、誰か助け。死んで詫びろ。結局ユミさんは捕まったらしい。サイレンが鳴った後に弟が亡くなったからな。人間ってまともな人ばっかりで、罪を犯す人間なんて一握りだと思ってたけど、そうじゃないんだね。法律というルールで縛られているから、まともに見えるだけなんだろうな。誰もが残忍で凶暴な面を持っているんだろう。それをあの日思い知ったよ。くだらないことで争うし、同じ過ちを何度も繰り返す。だが、そうして生きていくしかない生物なんだろうな、人間ってやつは。在宅勤務がしたい。通勤時間がなくなるのがいいよな。お家でゴロゴロ食っちゃね食っちゃねしたいよ。勤務の部分はどこへ行った。次回、家から一歩も出ない生活を続けるとどうなるのか。勤務の部分はペンギンに任せるよ。だが断る。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。